はい、今回もご視聴ありがとうございます。ゆきちのホームです。今回のテーマはおしゃれなカトラリーブランド8選ということで、インテリアにとってテーブルウェア、食器であるとかカトラリーっていうのはとても重要な要素になります。インテリアショップに行ってもよくカトラリーが置いてあるのを見る方も多いのではないでしょうか。食器であったりカトラリーが洗練されたものを選んであるとダイニング周りが特に洗練された印象になります。あとは普段食事をしていてもおしゃれなカトラリー、お気に入りのカトラリーで食事をしていると気分的にも全然満足度が違うと思いますので、今おしゃれなカトラリーを探している方、あるいは今までカトラリーにあまり注目してこなかった方、ぜひ今回おすすめするブランド8選最後まで見ていただければと思います。今まで他の動画では食器であるとかテーブルウェアに関していくつかおすすめのものをご紹介してきました。最近さらにおすすめしたいなと思うブランドが増えてきますので、今回ここで一度カトラリーについてまとめていきたいと思います。ゆきちのホームではブログでも住宅インテリア関係の様々な情報を発信していますので、ぜひそちらもチェックしてみていただければと思います。はい、まずこちらのブランドがダルトンになります。ダルトンは日本屈指の雑貨屋さんでかなり大型の店舗になります。自由が丘に本店を構えていまして、特にインテリアショップさんにこのカトラリーを卸している場合が多いです。我が家でも実際にこのブラックのカトラリーを使っているんですが、滑るカトラリーというシリーズがあります。こちらのブラックの質感もとてもいいですし、チューブとの手に持ちやすい癖のないフォルムがとてもおすすめなポイントです。カラーラインナップとしてはブラック、シルバー、コッパーといいましてブロンズのカラー、そしてゴールドがあります。どれも少しクラシカルな印象があってテーブルの雰囲気を一新してくれるプロダクトではないでしょうか。個人的に気に入っているのが後ろの刻印です。後ろを見ていただくとダルトンという風な刻印がされています。この裏に文字が彫ってあることも少しクラシカルな印象が強まってとても雰囲気がいいなという風に思っています。あとはこのシルバーではないカトラリーですと塗装面の剥がれが気になる方もいると思うんですが、こちらのダルトンに関しましては我が家ではおおよそ5年ぐらい使っているんですが、全く剥げることなく使えています。なのでかなり塗装面も耐久性があります。我が家ではスプーン、フォーク、ナイフを揃えているんですが、その他にも小さなスプーン、フォークも揃っています。価格としても1本あたり1000円いかないぐらいで揃えられますのでおすすめです。はい、続いて2つ目がハーベストというブランドの黒のシリーズになります。こちらは恵比寿に本店を構えるハーベストという食器カトラリーのブランドになります。こちら生産は金物で有名な燕三条市で作られているものになります。こちらもブラックの色合いがとても綺麗です。先ほどのダルトンに比べると少しフォルムがフラットな形状になっています。こちらのハーベストは飲食店さんに食器などカトラリーなどおろしているブランドになりまして、結構本格派のブランドになります。食器の種類も黒シリーズだけでもかなり種類があります。そしてこちらのブランドの塗装の特徴としては酸化塗装といいまして化学反応を利用した塗装になります。なので通常のメッキ塗装よりもはるかに頑丈で色落ちもしにくいものになります。そしてこのハーベストでもう一つおすすめなのがポークというブランドになります。こちらのようにフォークとスプーンがラインナップされていまして、一応こちらクスッカラと言いまして韓国で使われているスプーン、そちらをモチーフとして作っているものになります。サイズ感としては結構柄の長いスプーンになりまして、韓国料理あとは丼物などにちょうどいいサイズ感になります。まあ、このポークの柄の部分が結構丸みを帯びていて、フォークなどはかなり可愛い印象があります。まあ、こちらもどことなくクラシカルな可愛いイメージがあってテーブル映えしそうなアイテムになります。はい、続いてのブランドがこちらのエライスになります。こちら少しくびれているところが特徴的なシルエットになっています。どことなく現代的ではあるんですがクラシカルさも感じるようなデザインになっているのではないでしょうか。シルエットの特徴としては柄の部分がくびれている、そしてチューブとの太さ、そしてスプーンやナイフの先端部分もシャープな印象があります。まさに洋食に合いそうなシルエットになっています。かなりテーブル
映えするアイテムになりまして、インスタグラムのフォロワーは10万人を突破しています。このエライスというブランドなんですが、割れない素材というところをテーマにしていまして、ガラスと樹脂の混合素材でできています。なので食器に関しても割れにくいですし、カトラリー特有のカチカチ音が鳴るような心配も軽減されます。なので食事中にカトラリーと食器がぶつかってカチカチする音が気になる、そういった方ですと、このエライスかなりおすすめのブランドです。そしてカラーラインナップもかなり豊富でして、オールブラックでできているものもあれば、柄の部分で色が切り替わっているものもあります。どのカラーもマットカラーでアースカラー寄りの色をしています。とてもセンスのいいカラーラインナップの印象があります。はい、続いてのブランドがジュビリーというブランドになります。こちらロンドンでスタートしたブランドになりまして、ヨーロッパと北欧を中心に全世界で100人以上のデザイナーとコラボして、いろいろとカトラリーであったり食器であったり製品プロダクトを発表しているブランドになります。シルエットの特徴としては、全体的にシャープで結構長さのあるカトラリーではないでしょうか。細身の曲線を基調としているシルエットになっていて、とても上品さを感じます。こちらのブランドもカラーラインナップがかなり豊富で、オールブラックの締まった印象のものもあれば、ゴールドでクラシカルなもの、あとはシルバーとピンクゴールドを基調として、そこに差し色としてクリーム色が入ったもの、かなり清涼感が感じられるものまで、カラーラインナップがかなり豊富にラインナップされています。ジュビリーのブランドなんですが、同じカラーで揃えても大丈夫ですし、カラーが異なるものでもとても相性がいい印象があります。なのでいろいろなカラーで集めていただいても結構個性が出て楽しいかなというふうに思います。はい、続いてのブランドがロクサンというブランドになります。こちらのシルエットとしては少しチューブと、そしてフラットな形状が特徴的です。あと、なんといっても今までご紹介した食器の中では一応マット系の素材でできていまして、このマットな食器が欲しいという方ですとおすすめです。このロクサンというブランドの名前なんですが、女性を示す6という数字、そして男性を示す3という数字、これが合わさったブランドネームになっていまして、男女ともに通用するようなスタンダードな形状、スタンダードなプロダクトを目指しているブランドになります。一見するととてもシンプルなんですが、よく見ていただくとなかなか癖のあるシルエットになっていて、シンプルではあるんですが個性も感じられるようなカトラリーになっています。このロクサンというブランドなんですが、カトラリーのカラーにはブラック、シルバー、ゴールドの3つのカラーがあります。そしてカラーごとにそれぞれ形状を変えているというところが、なかなか他のブランドでは見ない特徴になります。ゴールドですと全体的に曲線を基調とした印象があります。そしてくびれが大きいです。シルバーですとどことなくエッジを効かせた部分がありまして、またゴールドとは違う印象があります。特にこのブランド、マットさが際立っていますので、マットなものが欲しい、あるいはゴールドでクラシカルなものが欲しい、どのカラーもかなり様になるようなシルエットになっているかなというふうな印象があります。はい、続いてのブランドがルーというブランドになります。ルーという言葉なんですが、もともと骨を意味する言葉になります。ブランドとしては日本のブランドになりまして、岡山県の瀬戸内市のブランドになります。こちらのブランドでは真鍮という素材を多用して、カトラリーだったり雑貨アクセサリーを作っているブランドになります。どのプロダクトも手作り感が溢れるというところが特徴的です。真鍮という素材なんですが、少し凹凸があったり、少し色ムラがあったり、経年変化で色が少しずつ変わっていく素材になります。なのでそういったことも考慮した色使い、そしてシルエットをしています。経年変化を楽しんでいただいて、長く愛していけるということをコンセプトにしたプロダクトになります。こちらの写真を見ていただいても、かなりクラシカルな印象がありますし、こういった少しユーズド感のある雰囲気にとてもマッチしてくるカトラリーになります。スプーンもかなり特徴のあるシルエットになっていまして、柄の部分もかなり細く長く作られています。ここまでご紹介した中では一番個性的な商品と言えるかなというふうに思います。はい、続いてのブランドがクチポールです。こちらのクチポール、ポルトガル発信のブランドになりまして、日本ではかなり有名なブランドです。特にクチポールのゴアというシリーズが爆発的な人気があります。シルエットとしては曲線を多用していまして、柄の部分がかなりシャープな印象があります。
ナイフの形状も先端に行くにつれて太くなっていまして、なかなか見ないようなシルエットになっています。華奢でクラシカルな印象があってテーブル映えがするというところで、かなり人気の商品になります。食器というのは生活の中でよく使うアイテムなので、どこかのタイミングで揃えておきたい、そういった方に関してはプチポール、カトラリーの形状、そして大きさの種類も豊富ですし、カラーラインナップもかなりの種類があります。少し価格は張るんですが、このブランドで揃えておけば間違いがないというようなおすすめのブランドになります。プチポールのゴアのブランドの特徴としては、一目見ただけでそれがプチポールだというふうにわかる独特のシルエット、そして世界的にも市民権を得ているしっかりしたブランド、そういった意味で使っていても満足度が高いと思いますし、とても手に馴染むようなサイズ感、そして手に馴染むような絶妙なサイズ感で設計されていますので、なぜこのゴアが人気なのか使っていくにつれてわかるようなブランドになっています。はい、最後のブランドが二神というブランドになります。こちら富山県の高岡市のブランドになりまして、この高岡という町なんですが、鋳物の町というふうに言われています。鋳物の町から生まれたカトラリーのブランドになります。特徴としてはあえて色ムラであったりザラつきを残したというところがデザインの特徴です。真鍮を使っている柄の部分は少しザラつきのある光沢感のある素材で、先端部分は銀で作られています。この銀の少しマットな質感と真鍮部分の少しザラつきのある光沢感、なかなか他のブランドでは見ない色になっているかなというふうに思います。そしてスプーンであったりナイフによって形状を分けています。それぞれの特性を考えて一番手に馴染みやすいような絵の形をしています。なのでカトラリーとはいえ、口当たりだけではなく手触り、使い勝手まで考えられているプロダクトになります。ラインナップとしては大きめのスプーンであったりフォーク、ナイフ、あとは小さなスプーン、フォーク、デザートスプーン、デザートフォークまでラインナップされていますので、これも一通り揃えていただいてずっと使っていただくということもおすすめです。こちらのブランドのテーマとしては光をテーマにしています。真鍮の独特の光沢感が食卓を華やかにしてくれるブランドになります。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今回ご紹介した8つのブランドいかがだったでしょうか。詳細についてはブログでも紹介していますので、そこからリンクをたどっていただければなと思います。カトラリーに関しては我が家でもかなりこだわりましたし、インテリアにとってはとても重要なアイテムです。来客が来た時にも使っていただけるように、なるべく形、ブランドを揃えていただいて、家族全員であったり来客が来た時にも対応できるような数を揃えていくことをお勧めします。これからも住宅インテリア関係の様々な情報を皆さんに発信していきますので、見逃さないようにチャンネル登録、あとはブログでも情報を発信していますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。あとは YouTube にコメント、いいねボタンもお待ちしてますので、これからもよろしくお願いします。